皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回ですねラジオ感覚にただトークするだけの動画になります。なので、気ままにね、まあ、画面を見ても何も変わらないんで、はい、見て楽しんでいただければいいかなと思うんですけど、内容がね結構やばいんですよ。はい、内容が結構やばいんで、ちょっとね最後まで聞いていただけたらと思うんですけど、内容が不正プレイヤーの不正事情の話をします。はい、とある不正プレイヤーの不正事情ですね。どういう流れか、まあもうそのプレイヤーはおそらくいません、白ドラ界にいません。まあ何があったかって話なんですけど、その最近ですね、まあ代行とか、まああとは八百長とかね、なんかルビーを不正に獲得するとか、まあそういうね、いろんな話で盛り上がってますね。まあ盛り上がってたら良くないんですけど、話題に上がってますと。はい。で、まあその中でですね、まあ今回ね、ルビーを不正に獲得するっていうところで、まあ過去にあったですね、まあすごいとある問題がありました。その、ね、事例をね、話せたらいいかなと思います。内容なんですけど、ちょっと待ってくださいね。内容です。いきます。まずですね、第、3回。白ドラの、フェス、第3回。第3回はですね、私、とある方と、まあ、A さんとしましょうか。A さんと、公式大会白ドラフェスに出る約束がありました。はい。その方は、まあ、普通にね、うまくて、一緒にね、やっててね、すごい勝率良かったんですよ。この方とやったらマルチ勝てるなと。タック優勝できるなっていう確信があるぐらいにはものすごい強い方だったんですよね。はい。で、まあ、その方とね、一緒にやろうかっていう話をしてました。まあ、そんな中でですね。まあ、ある時に、その方がですね、やばいって、アカウントがログインできなくなった。って言うんですよ。はい。どうしたのって、何があったのって話をしたら、まあ、詳しく教えてくれたんですよ。内容が、その方はですね、不正にルビーを、手に入れるっていうね、とあることをしてました。その内容がですね、まあちょっと詳しくは、まあ真似しない人が、まあ真似する人が出てくるとちょっと嫌なんで詳しくは話さないですけど、まずこの行為は先に言います。犯罪です。犯罪です。はい。この行為は犯罪行為です。でですね、やった内容が、まあちょっと軽く話しますと、本来ですね、まあ1万円でまあ1万5000ルビー手に入りますと、まあ昔はちょっと、ね、近かったんですよ。9800円で。14,700 だっけ、ちょっと覚えてないけど、まあなんかあったんですけど、これをですね、もっと安い金額で、マックスのね、ルビー数をね、手に入れるっていう方法があったんですよ。まあそれが、なんか、とある代行業者にお金を払い、その方にルビーを不正に獲得してもらい、アカウントを返してもらうっていう流れなんですよね。アカウントを一度、渡して、まあそして、お金を払って、で、本来よりも安い金額で多くのルビーを手に入れるっていう不正にルビーを獲得する方法が、まあ、あると。はい。ただ、さっきも言いましたけど、犯罪行為なんで、赤番対象なんで、皆さん絶対にやらない方がいいですよ。マジでバレますから。で、バレて、そのままね、アカウント一生使えませんってありますから。なんだかんだね、知らないうちにね、白ドラ界からフェードアウトしてる人間、なんでフェードアウトしてるってバンされてますから。はい、皆さん。で、そのね、ない話なんですけど、まあ、これで何があったかっていうと、まあ、ログインできなくなったと。どうしようと。何があったのって聞いたら、まあ、そういう話をされました。なるほどと。どうすればいいんだろうって思いつつ、これはもうダメだなと。一緒にはできないなって思いました。まあ、不正にルビーを獲得している人間と、まあ、一緒にね、フェスに出るなんてまずできないなっていうのは自分の中。で、その中で、例えばですよ、僕がそのね、事実をね、相方の事実を隠して、フェス出たとするじゃないですか。で出たとして、バレたら、自分もバッシング受けるじゃないですか。自分がやってなくても。そんな受けたくないですよ。だって将来ずーっとね、白ドラは楽しんでいきたいから、そんなバッシングも受けたくないから、あ、これ一緒にできないなって思ったんですよ。まあ思ったんですけど、まあアカウントがね、戻せないっていうから、それちょっとかわいそうじゃないですか。お金かけてるし。なので、まあ運営に連絡してみたらいいんじゃないですかって。なんか、こういう理由があってっていう、まあそのなんだろう。まあ詳しくね、どう話すかはちょっと任せますけど、とりあえず、アカウントが復旧できるように、ちゃんと運営に問い合わせるしかないんじゃないですかって話をしたんですよ。まあ、運営に問い合わせた結果、
違う端末にアカウントが移行され、その端末で課金された履歴がありますと。これは基本的に他の端末で課金するっていう、要は他の要は何だろうな、Apple ID、他の ID で課金するっていう行為は基本的にありえませんと。要は自分がですよ、他のね iPad を買っているとか、なんて言うんだろうな、まあ、他の iPhone に、アカウントをね移行するとかの場合って同じ Apple ID を使えばいいだけなので、他の Apple ID で課金されるってことがないんですよ。でしかもその他の Apple ID の方が課金して、そして不正に課金をね、繰り返すっていうね、とある行為をしてて、その履歴って運営にバレるんですよ。不正にこの人やってるだってのが分かっちゃうんですよ。で、分かっちゃうんで、その ID、同じアカウントの、同じね、端末の人が、不正にいつもやってる端末の人と、つながりがあるなっていうのも、分かっちゃうんですよね、運営からすると。はい。まあ、その結果、アカウントをね、復旧することは、できません。言われました。その、僕のフレンドがですね、言われました。何があっても無理ですと、言われました。で、その方が言った話が、あるね、B さんが、白ドラ辞めると。その B さんのアカウントクソ強いんだけど、白ドラ辞めると。その B さんのアカウント買うからさって。購入するから、そのアカウントで一緒に出ないって言われました。断りました。はい。無理ですと。その B さんのアカウント、で、一緒に出るって、それ要は、アカウントの、まあ、売買じゃないですか。アカウントを購入する譲渡じゃないですか。それって、規約違反だし、バレたら、僕自身もバッシングされますよね。僕やってなくてもね。タイガがやってなくても、一緒に相方としてやってるってことは、知ってましたよねって話になっちゃうんですよね。したら、連帯責任ってわけでもないけど、あんたも同じ、同一犯みたいなもんでしょみたいな感じでバッシングされるじゃないですか。その嫌だから、それは無理ですって言いました。はい。なので、まあ、アカウントがね、戻ってくることはないとは思ってましたけど、アカウントが戻ってきたらやりましょうって。戻ってこないならば、他の人のアカウントとかは無理ですって。一から始めたアカウントとかだったら、まだわかりますけど、一からじゃね、もうフェイス予選目の前なんで間に合わないんで、今回は無理ですけど、アカウントがね、自分のアカウントが戻ってくるならやりましょうと。他の人のアカウントを購入しましたとかとは絶対にやりたくないですって。それやると自分が今後ね、白ドラをね、楽しくプレイできなくなっちゃうんで、よろしくお願いしますって話をして断りました。はい。まあ、その結果ですね、アカウントに戻ってこず、で、その方はですね、その人か、他の人からね、B さんから買ったアカウントに、まあ、片手から譲ってもらって、お金を払うって話なんですけど、そのお金も払わず、まあ、結局ね、なって、ま、いろいろと問題があって、アカウントをね、返せとか、まあ、お金をね、ちゃんと支払いとかね、いろんなトラブルがありましたと。まあ、結果的には、もうその方がね、B さんからもらったアカウントで一緒にやったとしても、本戦の時には、もう返してくれと。お金払ってんだから返せよ、みたいな話になって、多分出れなくて事態になったんですよ。なんで、ま、結局ね、出なくてよかったなっていうところもあるんですけど、はい。まあ、そんな感じで、その方は、数百万課金したアカウント、バンされてます。はい。アカウントに、不正にね、ルビーを購入するという、ことをね、やった結果、本来の安い金額で大きいね、ルビーをね、購入するっていう、不正をした結果、バンされてます。バレるんですよ、こんなの。で、なんでね、アカウントが復旧できなかったかって話なんですけど、二つぐらい多分予想できることがあって、まあ、一つ目は、100万、10万、何百万も課金したから、まあ、強いアカウントだったんで、その、代行でね、ルビーをね、購入するっていうね、不正をしていた相手が、そのアカウントを盗んだ。要は、一度アカウント移行しなきゃいけないから、盗んだ可能性が1。はい。で、帰ってこなかったってことですね。で、二つ目が、まあ、運営がね、その事実をね、見つけてしまって、バンした。っていうパターンがあるんですけど、まあ、どっちにしても、まあ、アカウントは返ってきませんでしたって話なんですよ。はい。まあ、何が言いたいかというと、今回ね、まあ、アカウントのね、不正、不正の、まあ、ルビーね、不正行為について話しましたけど、まあ、やり方とかについては、詳細は伏せますというのも、犯罪行為で、まあ、それをね、助長させたからないので、全く推奨してるわけじゃないんで、絶対にやめましょうって話なんで、で、過去にあった事例を話して、こういうことがあったんですよって、おすすめしませんよと。例えばですよ、まあ、いくらでいくらのルビーかわからないですけど、じゃあ、5000円で1万5000円分のルビーがもし入るとするじゃないですか。で、その場合ですよ、5000円としても大金じゃないですか、その5000円をね、何度も課金してて、そのお金を課金し続けて、バレてバンされたら、合計したらね、10万あるかもしれないけど、その金額全部パーじゃないですか。しょうもないじゃないですか。だから本当にやめた方がいいです。得しないんで。そもそも犯罪なんで。
今ね、どういうね、まあ、法律に詳しいわけじゃない、わかん、法律に詳しいわけじゃないんでわかんないんですけど、それがバレて捕まるとか何があるとか、そんなわかんないですね。自分はそういうの全然詳しくないんで、適当なことは言えないんですけど、ねえ、それ犯罪行為で、ってもう、そういう、その事実は知ってるんで、もう何かあってからじゃ遅いですよね。本来やるべきではない行為。はい。っていう事実が、まあ、昔ありました。で、その方は素人が引退しました。はい。何があったかわかりません。まあいろんなね、まあ経緯があったんでしょうけど、白ドラをね、続けられなくなりまして、結局ね、あのアカウントの購入も一から始めるってこともせずに、白ドラ時代を多分やめてます。まあもしくは、転生してね、ああ、なんか全然違う名前で新しくて白ドラ始めてる可能性もありますけど、それはわからないです。連絡も来てないんで、多分してないと思います。はい。そんな事実が昔にありました。もう、4年前、5年前、4年前かな。いや、3、4年前ですね。になるんですけど、はい。皆さん本当に、アカウント、てか白ドラ、まあ何よりも、不正行為、やめた方がいいと思います。誰も得しません。隠れてズルして、まあ詐欺じゃないですか、ってことやって、で、その時なんかいい、あの、やったぜやったぜって思っても、結局最後に後悔するの自分自身なんで、そんなね、汚い手使ったらね、もういつか痛い目見るんで、やめましょう。っていう、今回の、まあ、ラジオ的なね、トークの話でした。はい。本当にやめた方がいいと思います。その方のね、名前も伏せますし、まあ、そのね、方の名前をね、知ってる方もね、多くはないとは思うんですけど、もし知ってる方がいたとしても、名前はコメントであげないようにお願いします。そのために A さんで伏せてますんで、はい。よろしくお願いします。そんな話が昔ありました。結構前の話で、その話をね、配信でしたことはね、動画で出したことなかったんで、今回ね、動画にしてみました。最近ちょっとなんかね、不正行為についてね、なんか話が、話題が結構上がってますんで、って感じですね。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。